が7月7日はセンターでさせていただきました。ちょっとこのハッピーターン食べさせてください。今日はそうですね、久しぶりにイベントに出演させていただいた気がするんですけど、どっちのせいですか。ミッシュミーミーのキャラキャラキャッピー。ちょっとね、今日はあんまり顔の体調がよろしくない。おいしい。今日はあまり顔の体調が、顔のポテンシャルなんて言うんだ、あの顔のなんて言うんだ、顔のコンディション、なんか顔の治安があんまり良くなくて、そうコンディションあんまり可愛くないっていう。18期オーディション配信でひなこちゃん好きですってこう言って、え、嘘だよね、嘘ついてるな、やだその嘘、やだその嘘。後ろの席やったが顔まではちゃんと見えなかった。ひなこさん好きって人いましたね。え、嘘やろちょっと嘘でしょ。ひなこの顔が可愛くない日があったら、ら可愛い顔なんてそんな人、いやちょっとあんまり良くないんだよね。マジ？え、なんか嬉しい。だってさ、そんないないもん、そんな。じゃあ、あんま良くないかな、これつけてね、やるのはね。そして今日楽しかったって、今日はね、うちわとかたくさん見つけることができて嬉しかったです。これもいただきまして、でもさ、これさ、自分で持ってってともどうしたらいいか分かんないよね。でもね、友達がね、欲しいって言ってたんだよね。ね、欲しいって言ってた。ラッキーハッピーエブリデイ、エブリデイ。エビってシャラナナ笑顔でおはよう。いつの日もパンやで、エブリデイ発音良かったね。え、気づいてくれて嬉しい。あのね、そう、学園でね言ってたんだよ、発音よく言うわとか言って。
アクスタ売り切れてたの？すごい。やっぱりランダムだからじゃないかな。楽しかったんです。はい。今日は、楽しかったです。配信終わった後って何かやったの？どういうこと？あ、やりましたよ。では言っていいの？これやっちゃいましたよ。すごいこと。ちなみに、あ、そうだ、なんかSTU さんと HTT さんいらっしゃったんですけど、 STU の瀬戸内 PR 舞台、その STU さん全員とは会ってないんですけど、その瀬戸内 PR するなんか7人ユニットみたいな感じですよねの方たちが、私たちがその8がちょうど楽屋に着いた時に廊下にね STU さんいらっしゃって、そしたら千穂ちゃんがいたんですよ。千穂ちゃんがいて、めっちゃ久しぶりに会ったのね。もうな何年ぶりとかだと思う。普通に本当に久しぶりに千穂ちゃん見て、そうだから久しぶりって言ってお話はしたんだけど、後で写真撮ろうって言ったんだけど、私その時ねもうめっちゃドスッピンでレッスン着で、でも向こうは衣装もなんか着てすごいあれだったんだけど、そうだからその時写真じゃなくて後で撮ろうねって話したんだけど、その結構解散する時間とかもバラバラで写真撮れなかったんだよね。悲しいけど、でも会えたんですよ。そう、元気そうでしたでも可愛かったね。先輩ですよ、アッシュでは。でもなんか変わってなかった。そう、アリちゃんはって言ったら、アリちゃんも帰ったよって言ってて、そう、まさかね ST さんがいるのは知ってたけど、どういうメンバーがいるかはちょっと把握してなくて、でそう、アリちゃんとかねいるのかなと思ったらいたけどもう帰ってたらしい。そう、なんかなかなかその他のグループさんとそういう裏でなんか別にねそんなあれだったんで写真とか難しかったんですけど、アリサは会いたかったね。許してちょまに黒日中許してちょまにミニューフィーユも大好きとかやってたよね。楽しかったね今日はね、とってもね。メール来たんだって、よかった。今日見つけてくれてありがとうだって。見つけた、ちゃんと覚えてたよ場所。AKB で明日ひなこちゃん、 AKB では私だけか。 STU さんに多いですね。サンリオキャラに推し増えた。私ね、マイメロ推しになっちゃうかもしんない。マイメロ、いや、ボンボンリボンはもちろん好きですよ。あ、本当にボンボンリボンちゃんの
グッズめちゃめちゃ集めてたからね。なんかもうカチューシャもなんかゴムとかアクセサリーとか人形とかめっちゃ集めてなんかやってましたね。なんか ちっちゃい頃に今モデル的なの的なのってなんでとかなんですけど、モデルみたいなのやってたんですね。でその時にサンリオで、あ、ピューロランドでなんかあったんですよ、ファッションショー的な。その時にね、ボンボンリボンめちゃくちゃつけて出た。で、あのサンリオピューロランド、あのチケットをねいただいたんですよ、ピューロランドに行ける。でしかもそれが2枚入っていて、そのペアで行けるんですけど、今すごく誰と行こうって思ってて、でみんなにこれ相談しようと思って、みんなに相談したい。みんな、教授はだって、あー、ワンチャンありだけどね、全然。中西千織さん、いや、ありだな、千織さんも。いやね、京花はね、ほんとね、つい最近行ったのよ、京花と二人で。つい最近、いつだっけな、去年の いやつい最近でもなかった。あ、いつ行ったんだあれ、夏ぐらい。なんかそう、今日かね行ったんだよね。いや、そう、私もひなのんってちょっと出てきた頭にね。ひなのんはサンリオ好きなのかな。いや、千織はマジであるぞ、千織さんは。教授もワンチャンある。ちょっと待って待って、教授教授はおもろい。うん、教授になんていうの、すいません、あのサンリオのチケットがペアがちょっと持ってて、あのちょっと誰か誰にしようかなって思った時に教授の顔が思い浮かんで、一緒に行きませんか、どう。じゃあ教授がこれつけてもらって、で私がクロミちゃんつけるわ。31歳のしーちゃん、キティちゃんが大好きなのです。確かにしーちゃんは好きだな。でもさ、言ってくれるかな、31歳にもなってって失礼なこと言ってしまいました、ごめんなさい。単位取れそうだから、単位をもう来年まで取れちゃう、来年まで簡単に取れちゃうように、あの言うってのはどうかしら。でもね、しーちゃんはね、言ってくれない気がするな、わかんないけど、しーちゃんは、確かちょっとこれつけてたらね、
ちょっとあれされちゃう。しーちゃんはね、うん、どうなんだろう。ちよりもあり、ちよりはちよりには会いたい、ちよりに会いたい。私今ちよりに会えてない。全然単位ギリギリの子に教授に色字書きしてるしてるやついたかも。じゃあ私も先生、あ教授なんか1月のテスト持ち込み不可じゃないですか。それってすごく難しいことなんですよ。私は覚えることが多くて勉強もできなくて、でそこで提案なんですけど、あのサンリオピューロランドのあのちょっと部屋チケットもらったんですけど、一緒に行ってくれませんかって言ったら多分、え、あ、いいっすか、え、いいんだ、いいのって言われるから、はい、全然いいです。でも、その代わりテストちょっと私だけ免除してくれませんかって言ったら多分、いごち、いや、まあいいよって言うから多分、あ、ほんと、じゃあサンリオピューロランド行こうかって言うから、はい、ありがとうございます、いつにします。うん、そうだな、俺結構忙しいから、そうだな、2月入ってからとかどうかな。あ、はい、全然大丈夫です。あ、でも2月11日はあの私はママの誕生日なので、そこはちょっと避けたいです。ああ、おじおじ、それは仕方ない仕方ない。じゃあその前の2月10日とかどうかな。あ、はい、全然ありです。じゃあ朝の、あ、11時とか集合でいいですか。あ、全然いいよ。え、一気集合でいいの、それとも送っていこうか。あ、大事、そんな送ってもらうとか申し訳ないので、自分で行きます。一気集合で大丈夫です。あ、本当、じゃあそういうことで、まあ楽しみにしてる。え、ちなみにカチューシャ何つけるの。あ、私クロミちゃんつけます。あ、私シナモン持ってるので教授シナモンつけてください。あ、オッケー、俺シナモン大好きごめん、ちょっと長かったね、ごめんね。ごめんなさい、ごめんなさい。でも本当、違う、私教授話したことないからね、そもそも。何を見せられてんねんだって本当にそういうの。ごめんね、みんな聞かないで、やだ。ステージから見て右側で赤とピンクのピアノと思いっきりめっちゃ打ってた。ええ、わあ、もう見えてるかも、私の思ってる人だったら。さあね、教授と話したことないのよ。そうそう、教授なんてしかもたくさんいるからねなんか誰とか特定別にしないんだけど、そうしないし、お話ししたことないし、そうだから、あの私のあくまで予想ね、これ妄想、うん、ひなこたん今日楽しかった、ありがとう、かわいいです、大好き、こちらこそありがとう。
見つけたよ。見つけたよね。見つけてたよね。教授がシナモン何すぎる。確かそうだよね。ごめん、ほんとごめん。教授、本当にテストが無理すぎるから使いたいこの術。教授って言ってね。じゃあもうこんなこんなダメだダメだダメだこんな。もうちょっと可愛くやらないじゃね。違う、可愛くじゃないな、ちょっとなんかエロい感じで見つけてくれてた。そう、見つけたもんだって。教授、教授、あの今とっても困ってることがあって。先生何でか教えてくださいね。あ、確かに、あ、それいいね。なんかちょっとノリ的な感じで教えてくれそう。私が聞いたら教えてくれそう。こうやってチケットこうやって2枚こうして、教授と行きたいなって思ってるんですけど、その代わりにテストを何出るか教えてください。いや、そんなそんなに釣られるわけないじゃないか。教えるわけないでしょって言われたら、え、なんでですか、2人っきりで行けるんですよ。あなたはシナモン、私はクロミ、いいじゃないですか。いや、俺シナモンじゃなくてマイメロ推しなんだよね。いいじゃないですか。じゃあマイメロ土ってクロミ土って行きましょうよ。そうだな。でも俺いい年してるからちょっときついんじゃないかな、サンリオは。え、そんなことないですよ。ほんとごめん。なんかね、私深夜テンション、深夜じゃないんだけどさ、ごめんなさい。そうだね。あ、やばい。ごめんね、みんな変なことして。なんか深夜テンションなの。本当にごめん。なんかこんなしてるからね、よくないんだよね。タム連れてって、え、今日から行きたいって言ってたの。この前行ったじゃん、今日か。一緒に二人で。一緒に行ったけど、すぐ帰ったやん。ごめん、すぐは帰ってないか。カチューシャ買いたいって。それカチューシャ買いたいだけやん。別に私と行きたいって思ってないじゃん。それやだ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 。私と行きたいって思ってないじゃん。カチューシャなんてもう一人でも別に買いに行けるじゃん。それやだ。カチューシャ買いたい相手ならいや無理。普通にネットで買った方が早いと思う。普通に行く感じ。なんか私違うよ。なんか違う。それは私が求めてるのじゃない。それは帰ったじゃん。だって去年の夏ぐらいにさ、一緒に行ってさ、なんか服装もちょっと似ててさ、なんか服装似てるねとか言ってさ、なんかすごい楽しかったね。なんか結構ちょっと早く帰ってください。でも、カチューシャ買いたいだけなら無理。ネットで買った方がいい。私と行きたいんじゃないんだね、じゃあ。じゃあ、無理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 。ピオラ、時間意外と詰め、え、あの、そうなんですよ。ジョーガちゃん、間違えた。
七瀬いいね。分かった、七瀬しーちゃん千織ひなの強化のどれかやな。友達のおかげで今日の絵のコメント可愛かった。本当に嬉しいね。こないだ行ったもん今日か。でも一緒に帰ったじゃんすぐ。なんでカチューシャ、なんでカチューシャの、なんでカチューシャだけのために行くの。私と行きたいから行きたいんじゃなくて、カチューシャ欲しいから行くんでしょ。だじゃあダメだ。私と行きたいから行きたい、行きたいから行きたいんじゃないんだったら普通にお断りです。お断り案件だから。もししーちゃんに、でしーちゃん3人用のさペアチケットあるんだってさ一緒に行かないって言ってさ、しーちゃんがもしさ、いいよキティちゃんに会いたいって言ったらそれもお断り。え、キティちゃんに会いたい、いや分かるよ分かるけどさ、ひなこと行きたいっていうのはさ第一じゃないの。ひなこと行きたいから行くんじゃないの。キティちゃんに会いたいのも分かるけどさ、それはさ第二希望の話でしょ。第一希望はひなこと行くってことでしょ。カチューシャ目当てだもん。だってひなこ目当てじゃないんだもん。こういう彼女と付き合ったことあるけどすぐ別れた。だってじゃあ本当に思ってないよさすがに。やばいじゃん、だってこんなこんなこと言ってたらやばいじゃん。ごめんね、違うもん、そういう感じじゃない、ごめんなさい本当にすいません。普通なんかやばいやつって思いそうだから、そうするとやめとこう。そうだよね、こういう彼女すぐ別れるらしい。みんなよくないね。でてかしーちゃんといるとね、わかるわかるとか言ったらなんだけど、しーちゃんはねすごいよ。あのねメンヘラ、あれだメンヘラだメンヘラ、うん、しーちゃんはねすごい。しーちゃんひなこがいないと生きていけないとか言うの。しかもねひなこが一番って言うんだけど、それみんなに言ってるのよくないよね。だからね本当にねよくないんです。今日歌詞動画送るから見てねって、嬉しい嬉しい嬉しい。私大好き動画見るの、保存してるよ毎回。ありがとね。京花ちゃんルームで怒る日の子さんに大爆笑です。いやいや大爆笑とかじゃなくない、普通に。え、何が、なんで大爆笑なの、何に対して大爆笑なの、何で何で何がおもろいん。髪型可愛いだって。そう、あんましたことないよこの髪型。なこちゃん話しやすいんだよな。だってじゃあ話そう。何もおもろくないよ。シーラフでそのテンション本当にすごいね。なんかさやだ、なんかさ私今年の11月で二十歳じゃないですか。で二十歳になって
お酒とか飲むようになってさ、私どうなっちゃうんだろうって思うと怖いんだよね、自分が。9周年間の支払い、今思い出したって言った危ない。でもお疲れ様言ってきたんだね。丸いって言わんで。お酒飲んだら配信しない方が良さそう。絶対やだ、なんかやばいこと言いそう。それほど変化なさそうだって。本当？で教官にさ言っといて、私目当てじゃない、あカチューシャ目、私目当てじゃなくてカチューシャ目当てなら嫌だって言っといてください。常にひなこ目当てで生きろって言ってください。モテエピソードくれだって。あの本当にモテたことないです。絶対やばいこと言うよね。え絶対やばいこと言う、なんかもう絶対やばい。本当に私モテたことないよ。えマジマジ、あでもとか言って、え本当にないかも。うん、モテるって何なの、どういう感じのモテる、なんかちょっと同じ時期に何人かからも告られたみたいな感じ、モテるって。どういう感じ、モテる、モテるの定義がわからない。サンリオのご飯目当てもダメ、ダメだよ。いやいいんだけど、それは第三希望にして、第一希望はひなこというほど、ひなこ目当て告られたことあるんですよ。それはね、9年間生きてきて、まあ、それは1回2回ぐらい3回5回ぐらいはありますよバレンタインにチョコいっぱいもらいたい。いや私チョコを1回さ、なんか女子でさチョコ交換とかしてたんだけどさ、一回さチョコ持ってってさ先生にバレて怒られたことあるな、懐かしい。増えてくのやめてだって。いや違う、ちょっと待って待って、でもさそれってさガチのあれだよ。だってさ、そのモテるって何なの、モテるの定義教えて。だってまあでもしかも田舎ですからね、そんなにそのこっちみたいに人口が多いわけじゃないから。あそう、明日チーム系公演だよ、2日間会える方もいるみたい。男が寄ってきすぎる、いや全然寄ってこないよ。ガチ告白、小学校とかも合わせて、小学校ってなんかすごく子供みたいな感じじゃない、それでもそれも合わせるの。しかも合わせるんだ、そんなないよ。そんなないって、マジでない、本当思っててない、本当にそんなにないよ。でもまあ19年間生きてきてますから、まあまあまあそのね1回とかまあ5回とか10回ぐらいはあるかもですけど、ごめんなさい。
今日楽しかった、ありがとうってね、見つけた、すぐ。でもクラスの中心人物だったってこと、確かあのね、中学3年生の時は確かにあの応援団長とかやっちゃってた人間だから、男子ちゃんとやってっていうまではいかないけど、応援団長とかやっちゃってたから、あの結構陽キャだったかもしれないね。なんだろうな、でも本当に小学校の時のなんて可愛いあれですよ。だってなんか引き出し開けたら紙が入ってて「好きです」って書いてあるとかね。でも団長とかやってたからって言って全然思っててなかったですよ、そのやってた時期とか。かわいい、その画角おもろいね。でもほんと小学生ですよこれは。おお、すごいストレートに書きますね。休み時間に自然と人が集まる、だから休み時間は、中学校の休み時間は私プロレスごっこしてたから、プロレスごっこしてた。ちょっとお腹鳴る、無理。プロレスごっこしてたの休み時間は、なんかもう走りまくってたし、そうそうそう、強いのよプロレスを。いや男子とじゃない、女子とだよ。しかもその中学校の時の一面、島根のね、そのいつも4人でめっちゃ仲良かったんだけど、女子ね、その4人で走り回ってめっちゃプロレスしてましたね。倒し合いみたいな、廊下でね、普通に。なんか今考えたらさ、すごいことしてるよね。普通に男子に見られてるたんだけど全然やってた。エイトの教師課の支払い今日までだった。あ、みんな大丈夫？そうそうそう、プロレスごっこしてたんですよ本当に、冗談のちとか嘘とかじゃなくてね。俺もしてたってやっぱり。そうだ、最近私本読むのが好きなんですよ。なんかおすすめの本とかあったら教えてください、いつか。明日は公演です、チーム K の2回公演。読めんの？だってほら、そう思うでしょ。実は読めちゃうかもしれない。どういうの読むの？絵本じゃなくて？いや絵本じゃないの、それが。なんか哲学の本は、哲学、そう、私ね哲学の本を買ったの自分でね、結構前に。まあ読んでないんだけどさ、でも読みたいの。なんかおすすめあったら教えてほしい。どういうって、絵本でも絵本じゃない、普通になんかためになる本とか好き。うん、恋愛小説じゃないな、なんだ、なんて言ったらいいんだろうな。でも私前その哲学の本買った時は、私の大好きな、大好きなっていうか、あのよくね、その大好きなそのマナーの先生のねが本を出してるんですけど、そう、そのマナーの本とか買ったりしてましたね。哲学なら、ショーペンハウエルかな。誰？分かった、調べてるね。ショーペンチ、ショーペンタ、ん？ショーペン、なんだったっけ？長い手ちょっと見えなかった。
ショーペンチン、ショーペンチン、ショーチン、ん？ショーペン、ショーチンペアルスだっけ？なんだっけ？ひなこのマナー講座見てみたいだって。私、そう、マナーをね、習ってたことがあるんですよ。なんかまあそんな本格的なっていうか、そのなんだろうな、あのお箸の持ち方とかね、あとなんかでもめっちゃ習っててよかったなって思うよ、マナー。なんか食事とかでさ、ちょっと分かっちゃうじゃん、この人あ、ちょっとマナーなってないなみたいな。お箸の持ち方ってマナーっていうかさ、なんていうの、結構大事じゃない？私結構見ちゃうんだよね、人の箸の持ち方とか。なんか自分も最初は良くなかったの、箸の持ち方が。でもその習ってから、その直すのすっごいきつかったんだけど、慣れなくてね。で今は逆にそれ以外の持ち方できない。で私それだからこそ人の箸の持ち方をよく見るようになっちゃって、余計そうだからね、見ちゃうのよ、あんま良くないよね。そう、このねマナーをね、あの習わせてくれた両親に、お母様に感謝ですが、両親に。そう、テーブルマナーも習ったんですね。なんかそれこそアフターヌーンティーとかね、難しいからね。なんかミルフィーユとかさ、難しいのよ、ミルフィーユの食べ方難しいよ。ミルフィーユはなんか倒して食べるらしいんだけど、それさ聞いた時ちょっとびっくりしたよね。倒すのみたいな。AKB のメンバーでブレイキング男子だって。あ、じゃあここと私いいっすか、対戦。あ、じゃあこことここ試合決定でみたいなやつですよね。味噌汁の蓋って食べ終わったらどうすればいいのかよく。あー、なんかこういうさ蓋のやつ、あれはね、その飲むときは、まあ、外して普通に横に置いとくんだけど、食べ終わったら普通に閉じていいらしいよ、普通に。あの、うん、普通にそのまま元のあったようにこうやって置いていいんだって。私もそれね思ってた、ちょっといいらしい。急ですがスクショ、オッケー。おでこがめっちゃ綺麗やな、だって本当に嬉しい。このなんかよく、ま、丸みを褒められるんです、ありがとうございます。フィンガーボールの水飲んだりしたの、ねえ、でもね言ってたよ、なんかフィンガー、そのマナーの先生がフィンガーボールの水をね飲んじゃう人いるらしいの、本当に。首が長い、え待って、首が長いのはマジでない、めちゃめちゃ短い。じゃあちょっとそろそろランキング見ようかな。飲んでダメだよフィンガーボールはね。なんか手を使って食べたものとかをそのフィンガーボールっていうのにこうやってつけるの。寒いと縮むよね。え？何が？あ、そうなん。
ごめんなさい。ちょっと待って、無理無理、やだ無理、やだ。そうなんだ、勉強になりました、ありがとうございます。あ、そうなんだ。なるほどね。そういう構造になってるんだ。ありがとうございます、教えてくださって。結構そういうことあんまり知らなかったので、はい、なんか勉強になりました。なんか、はい、ありがとうございます。うん、え、なんか何でその笑ってるの、別に。え、何の話してんのみんな。私別に変な話しないんだけど。だって何がとか言ってないじゃん別にね。首の話してたじゃん、しかも首短いとか言ってたじゃん。首の話なんだけど、な、何、どうしたのみんな。ということでランキングやります。13位マーボーさん、ありがとうございます。12位ダビューアットマークひなこしさん、ありがとうございます。11位デンセさん、アットマークグンマニアさん、ありがとうございます。10位君が落としたマニアさん、ありがとうございます。9位ニャークアットマークひなこしさん、ありがとうございます。8位ベロベロチューンさん、ありがとうございます。7位ヒヤピアットマークひなこにメロメロさん、ありがとうございます。6位あやか、ありがとうございます。5位かのさアットマークひなこしさん、ありがとうございます。4位カッチアットマーク今日も見れてよかったさん、ありがとうございます、ありがとう。3位本校編でアットマーク三つ編みの日の草最高さん、ありがとうございます、ありがとう。2位カンナピアットマーク今年も大好きさん、ありがとうございます。そして1位はあやちゃんでした。あやちゃん、ありがとうございます。あやちゃん、ありがとう。ありがとうございます。皆様ちょっといろいろありましたが、はい、いろいろありました。それではね、明日はチーム系公演です。頑張ります、早く寝ます。じゃあね、みんな、お腹減ったかなんか食べる。バイバイ、おやすみ。明日も声終わったらショールームしちゃうかも、許してね、許してね。バイバイ、おやすみ。